こんにちは、ガンバ長谷川です。勝手にガンバ会議ボイスバージョン始めます。明日はやっとパナスタに行けますね。遠足前日の小学生のような気持ちで嬉しいです。今日のガンバ大阪は試合前日なので、もちろん非公開練習です。軽く練習をしてホテル泊のことでしょう。久しぶりに各種情報が出てきました。日刊報知デイリーがほぼ同じ内容です。山本裕貴、いい顔見せたいなと。やはり過去に番狂わせを演じた主役であり、並々ならぬモチベーションで挑んでくる相手のことを理解しているのでしょう。明日のキーマンかもしれません。一種だけ毛色の違ったニュースです。スポニチから、小野裕二、16日の天皇杯感覚大戦で復帰か。松波監督が出場時間は多少制限されるが、試合に出られる状態にあるのではないかとコメントしています。出番があったとしても途中からではないでしょうか。出場すれば昨年9月以来 ACL に向けても楽しい戦力の復帰です。またあまり語られてはいないのですが、チーム内では ACL 登録に向けた競争もあります。選手登録が30名、外国籍選手が3名プラス AFC 枠1名、日本人に関しては怪我人を考えると全員入ると思います。問題は外人枠で、負傷中の新物選手を除けばブラジル人4名、韓国人2名なので2人は外れます。最近の状況を考えると、パトリック、レアンドロ・ペレイラ、キム・ヨンゴン選手は確定で、残り1枠を3選手で争うのではないでしょうか。非常に難しいですね。 J リーグで時たま見せるレアンドロ・ペレイラとウェリントン・シウバ選手の連携も魅力ですし、 ACL を知るチアゴ・アウベス・チュセジョン選手の経験も魅力です。しかもチアゴ・アウベス選手にとって対戦するチョンボクは古巣です。いろんなことを加味すると横一線のような気もします。レギュレーション上は試合の1週間前まで登録メンバーを変更できるそうです。テストしている場合でないんですが、明日出場の機会があるかもしれません。こちらも注目しておきましょう。続きまして、お聞きいただいている時間によっては終了しているかもしれませんが、今日は代表戦があります。突破を決めているアジア予選のキルギス戦です。果たして庄司源選手は出場するのでしょうか。代表選手の刺激を受けて良い経験を頑張り持ち帰っていただきたいです。各代表を合わせて怒涛の9連戦もこれで終わりです。次の A 代表の活動は8月末となります。オリンピック後でアンダー24の選手も融合してきます。ガンバからも選手が選ばれることを期待しましょう。最後に、連日お伝えしている秘密のガンバ会議ではまだまだメンバー募集中です。詳細は概要欄に貼っているのでぜひ見てください。それでは、よければコメント欄に見ただけでもいいので書いてみてください。では明日の出場が期待される菅沼俊也選手の好きなアーティスト、小袋のエールを聞きながらお別れしましょう。さようなら。だけじゃ断ち切れないでいるけど、今君は角辺に立ってるんだ。遥かなる道を行くんだ。誇り高き勇者のように。